重いですか？皆さんこんにちは。あきです。あゆねです。おはようございます。今日はですね、エレキデビューということで、今からこれを頑張ってセッティングして、操船。ちょっと説明も入れながら組み立てていきたいと思います。思います。はい、まずこれがデッキですね。これはあの吉松釣具さんで中古で譲っていただいたパウデッキ。パウデッキでかいでしょう。でかい ね。ちなみに今日は何フィートですか？今日は12フィート。12、はい、を予約しました。はい、ね、ガコンってなっちゃうもんね。きっちり。で、大丈夫か。これは夏汗だくになるね。夏やばいよ。ね、今ね、あのあんまり映してないけど、ここまでに持ってくるのがね、多分それだけでやばいね。結構ハードね。うん、バッテリーがまだリチウムだから軽かったでしょ。うん、でもそんな濁ってないね、雨の感じね。うん、でここ開けといて、開けとかないとね、後で大変だから。そうなんですよ。次は、エレキ本体。あ、違う違う。あ、あれ？どっちが先に言ったらいいんだこれ。エレキやな。エレキ。はず。いけますか？ちょっと持ち方が怪しいってこと。うん。よいしょ。12も結構あったね。いいね。いい感じ？これはね、女性にはまあ大変よ。こじ開けて。おっと。すいません。はい。オッケー。高さはそんなもんでいいですか？いいんじゃないでしょうか。で、ここで仮締めして一旦。デッキですか？いや、この角度はさ、こんなもんか。こんなもんだね。こんなもんじゃない？よいしょ。OK。よいしょ。届いた、このデッキですよ。やっと届いた。昨日届いたデッキですね。昨日届きましたね。今回ですね、はい、ガレージさんのガレージさんデッキを注文させていただきました。
2ヶ月ぐらい2ヶ月かかって2ヶ月かかってピッカピカやもんね、裏側鏡よ、鏡ね、それおおおおすげえ感動しております、これすげえすごいね、すごい。ほんでその穴にはどうやってチューブ通すの、これはこうでしょ、あ、そういうことね、このここにってことはさ、その下に先にバッテリー入れなきゃいけないんじゃない？バッテリーはね、後ろなんですよ。あ、後ろまで持ってくのね。はい。え？何が正解？コードをまず繋がなきゃいけない？24V80V で、これもちゃんとね、これ自分でやったのよ、私。え、自分でやったの？自分でやった。できる女じゃん。でしょ、うん、教えてもらってさ、できる女じゃん。そうなのよ、いちきさん。いちきさん、それ下通してからはめた方がよかったじゃない。そうだね。いけお前たち、いけ、いけで、まあまあまあ、ここをさ、そうね、通しちゃえば、下通してね、下通しちゃって、よしよし、確かに持ち運びはいいけれども、そうそうそう、いつかねショートバーベキューにしたいんですよね、初乗り、キャー絶対、ちょっと待ってよ、うわー、ちょっと待ってよって言ったのにわー、目線がめっちゃ高い、怖い、私絶対操船できない、こんな感じでいいね、ここにストレージがついてるんですよ、ここにここにね入れれると、うん、まあそのワームとかね、うん、直すのめんどくさいやつをここにパパパパ入れちゃって、ペペペ、ね、これペンチホルダーにドリンクホルダーにと、これがねいいんですよ、下のデッドスペースを、おー、それめっちゃいいね、めちゃくちゃ便利、今何も入ってないですよ、うん、っていう感じです、リチウム、リチウム、はい、でノーボーダーの小僧さんからちょっと使ってみっていう、リチウムどんなもんか使ってみって言われた、使ってみていいよってちょっとお貸しいただいてて、ありがとうございます、小僧さん、ということで今ね、でもめっちゃ軽いわ、やっぱりリチウム軽いいいし、うん、持ちがいいし、このあのね、変わんない、速度が、速度、スピード感いいね、だいたい減ってくるとね、遅くなったりするからね、ちょっとね、後ろの人は、足元が、気をつけて、うん、大丈夫、こう、イエス、ここ、そう、サビを取らなきゃ、いただきものなんだけど、サビを取ってねって言われて、すっかり忘れて取ってない、サビでございます、サビサビ、でも肝心な水中部分は大丈夫だから、うん、じゃあ、うん、
ジ何回転させたんだろう。ネジのトータルでね。1000回転ぐらいさせた。見てる人イライラしてんだろうな。真ん中寄せて。OK じゃあ、おのおの荷物を寄せましょう。寄せましょう。出航。はい。辛い地怖いわ。私絶対無理やもん。高い。最高。まあ今日は最悪びしょびしょになっても。そうね、今日暑い。一木先生これ着てるけど、私半袖だからね今。半袖でいいよ。うん。だから日焼けするとさ、後ろの人がうるさいから。日焼け止め持ってきた？こら塗ってるよ。あ、手は塗ってない。お疲れ様でした。乾杯でございますね。チェイス、いやー、ただ向こう苦手。苦手意識増えちゃった。いやー、苦手じゃないんだよな、下手なだけなんだよな多分。じゃあ、あれだよ、最後の衝撃よ。そうそうそう、最後桟橋まで魚すぐそこで釣れましたっつって、53センチの3キロ釣ってる人がいて。バケモン、やばかったね、あれ。あ、違う、2990グラム。そうそう、あと10グラムだった。そうだ、あと1匹ワカサギ食べてりゃ。確かに。そうそうそう、パンパンだったもんね。パンパンだった。バズベイトで出たらしいですよ。なんかあんまり音をちっちゃく巻いてたんですよね。音ちっちゃく、うん、そのバシャバシャバシャってなんないように軽く音立つぐらいで。ガスタネージョン。もうダメだ、いつも噛むな釣りの後。ガスタネージョン。女子校かな。女子校。また行きましょう。また行きましょう。ので、安全運転で帰りたいと思います。じゃあ、最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとう。